はいはい、キズナのあかりちゃんですよ。ジェネリック医薬品の解説、今回が最終回です。今回は余談、いわばおまけでございます。ジェネリック医薬品、有効性が先発品とほぼ同じ、というのが鉄則でございましたが、この鉄則が壊れる場合が存在します。どんな時なのか、そもそもそんなジェネリック医薬品の存在が許されているのはなぜなのか、たった一つのジェネリック医薬品に、動画一本丸ごと使って解説します。それでは、参りましょう。問題のお薬は、気管支喘息治療薬、ホクナリンテープと、そのジェネリック医薬品である、ツロブテロールテープ。このお薬は、気管支喘息の治療薬としては唯一、貼って使うお薬です。生後半年のお子さんから使うことができるので、お薬が飲めない、吸入もできない小さなお子様にぴったり。ルプヌ氏も、子供の時にお世話になっていた、素晴らしいお薬です。このお薬は、貼ると、有効成分が皮膚を通って、血管に入り、全身を回ることで作用を発揮します。貼り薬なのに、全身を回るの?と思うかもしれませんが、貼り薬だって、有効成分の一部は皮膚を通過して、全身を回るのです。痛み止めの湿布だってそうです。湿布を何枚も貼ると、錠剤を飲むのと同じくらいの成分が吸収されて、副作用の原因になるのです。ということで、ホクナリンテープは、貼り薬でありながら、体内に吸収されることを目的として作られています。そして、こいつはただの貼り薬ではなく、特殊な技術を使った貼り薬なのです。一つ、考えてみましょう。気管支喘息の治療を行います。テープを貼ってからの時間を横軸に、体内のお薬の量を縦軸にとってみます。治療をする上で、理想のグラフは、ABC のうち、どれでしょうか。チッ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 。答えは、B でございます。スロブテロールは、多すぎると動悸や頻脈の副作用が起こります。しかし、少なすぎると喘息発作が起こります。ということで、体内の濃度を一定に保つのが理想です。しかし、一般的な貼り薬では、お薬濃度は A のようなグラフになります。というのも、貼り薬からのお薬の放出は、残っているお薬のうち何パーセントが放出されるという仕組みになるからです。例えば、1時間あたり 10% を放出するお薬が100入ってる場合を想定しましょう。最初の1時間は、100のうち 10%、つまり10放出され、90残ります。次の1時間では、90のうちの 10%、つまり9が放出され、81残ります。次の1時間は、81のうち 8.1 が放出され、72.9 残り、その次は 7.29 放出され、といった感じで、放出量は徐々に減少していきます。一定の数を放出し続けてほしいのですが、うまくいかないものですね。そして本題のホクナリンテープですが、そんな問題をクリアするために、ある技術を使っています。こちらが、ホクナリンテープの構造になっています。皮膚と接着する面に、お薬が詰まっています。ただし普通の貼り薬と違うのは、成分の結晶、つまり塊が混ざっていることです。まず、これを皮膚に貼ると、塊になっていない、お薬の分子が放出されていきます。分子が100あるなら、10放出されるってことですね。ここで、塊になっているお薬は、100のうちにカウントされないのがミソです。塊の状態では放出されないので、塊はカウントされないのです。で、10放出されたら残り90になる、と思いきや、なんと、塊になっていたお薬の一部が分離して、100に戻ります。100に戻ったので、次に放出されるお薬は10。で、90になったら、また塊から10補給される。こうして、塊が尽きるまで、ずっと放出速度が10の状態が続くのです。これを、結晶レジボアシステムと呼びます。このシステムにより、効き目が一定に保たれ、副作用が少なく、有効性は高く、という目的を達成できるのです。で、ここからが本題なんですが、こういった特殊な技術を用いた医薬品の場合、有効成分の特許と技術の特許とを別々に取っている場合がほとんどです。ホクナリンテープの場合、有効成分であるツロブテロールの特許と結晶レジボアシステムの特許が別々に取られています。そして、ツロブテロールの特許はもう切れているのですが、結晶レジボアシステムの特許は切れていません。つまり、ホクナリンテープのジェネリック医薬品は作ってもいいけど、結晶レジボアシステムは使うなよ、という状態なのです。無理だと思うでしょ?それが、できちゃったの。ホクナリンテープのジェネリック医薬品、いっぱいあるの。はて、どうやって結晶レジボアシステムを使わずに、ホクナリンテープと同じものが作れたんですかね?実は、このシステム、いらんかったんや。そもそも、貼り薬から放出された成分は、すべてが体内に吸収されるわけではありません。皮膚に付着した物質を体内に通さないために、皮膚にはバリアが存在します。
それが角質バリアです。角質というのは聞いたことがあるのではないでしょうか。この角質が通せん棒をして物質を通さないようにしているのです。つまりたとえ貼り薬から10の成分が放出されても1しか通さないんです。10放出されても5でも1でも100でも結局体内に吸収されるのは1なんです。したがって常に10を維持し続けるホクナリンテープもだんだん放出量が減少していくジェネリックも結局1しか体内に吸収されないので一緒ということです。ですので結晶レジボアシステムを使わなくとも生物学的同等性の条件をクリアしてジェネリックとして売り出すことができたんです。残念だったな、ホクナリンテープのメーカーさんよ。というお話なんですが、実はこれには落とし穴があります。それは前提条件にあります。皮膚の角質バリアが働いているという前提条件にあります。皮膚は弱いもので角質バリアはすぐ壊れます。特にアトピー性皮膚炎の人は角質バリアが壊れていると言われます。角質バリアが壊れるとどうなるか。貼り薬から放出された成分がそのまま吸収されますね。そうなると結晶レジボアシステムを使っていないジェネリック医薬品ではどうなるでしょう。体内への吸収量が最初は高く次第に低くなっていくという変動のある状態になってしまいます。最初は副作用が起きやすく、最後は喘息発作が起きやすくなるという残念なことになってしまいます。先発品のホクナリンテープは放出速度が一定に保たれているため、アトピー性皮膚炎の人でも大丈夫です。これが先発とジェネリックで効き目が変わるレアなパターンということです。要約すると、ホクナリンテープのジェネリックは皮膚が弱い人にはおすすめしないってことです。さて、4パートに分けてお送りしていたジェネリック医薬品解説も今回で終わりです。想定していたより多くの方に見ていただけたようで嬉しい限りです。これからもお薬解説作っていきますのでよろしくお願いしますね。ではでは、See you!